起立。堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ。いつまでしぶとく生きてやがんだ、お前。今どんな気分だ？え？立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句、はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、キリュウ。キリュウ、立花は今クゼの兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一粒はじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。え？違うか、キリュウ。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ。行くぞ！Yeah!
負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ。兄弟。